いい加減にしろ。赤い羽。いいですか？赤い金。いえ、赤い羽の寄付を募っている。学校や自治会の皆さん、反強制的な募金は今すぐやめなさい。しないからといって村八分にすることもやめなさい。困っている人のためにお願いします、という謳い文句もやめましょう。何に困っているのか具体的に挙げてください。そんなこと言ったら私だって困ってます。私にも恵んでくれるのでしょうか。赤い羽共同募金の使い道はめちゃくちゃです。ミサヨハウストミキューという要介護高齢者を対象にした団体に2331万4000円ものお金を化粧品等として助成しています。総利用者数は50人。何ですか、一人当たり40万ほどの化粧品代って。前も言った気がしますよ。これお年寄りでもお化粧がしたいというのはいいです。でもこれ人件費の含まれない物品寄与ですよ。プロのメイクさんに頼むにしたって高すぎませんか。そして私生学者立川私生学園にも化粧品等として2123万6960円が助成されています。総利用者数は62人、一人当たりの金額は約34万円。だから何ですかこの高額な化粧品代は。支援対象者は養護児童。はあ、児童の年齢で化粧は女性でも必須ではなく贅沢の類ですよ。それも一人当たり約34万円ですよ。税の限りを尽くしてますよ。私だって40万円ぐらいする化粧セット欲しいです。それが買えないくらい困ってます。助成してください。ボンドプロジェクトに対してもそうでしたが、何ですか、化粧品等って何かの隠語なんですか。化粧品よりももっと深刻なことに困ったる人いるでしょう。いや、そもそも化粧品は悪くありません。額と対象がおかしいんです。むちゃくちゃです。コラボがそもそも女性対象外じゃないかという疑義もありますし、本当にめちゃくちゃです。それにしたってこれはひどいだろう。何度でも言います。赤い羽募金は即刻中止しろ。少なくとも、もっと組織の透明性の確保と募金の使用用途の広告をもっと広くに知られるようにすべきです。知られて問題のない使い道にすべきです。ですが、もう完璧に凝り固まっているであろう赤い羽では無理です。なので、赤い羽募金は即刻中止しろ。高額な化粧品代等の妥当性について、ボンドプロジェクトのページを書き換えたことについて、コラボが要項を満たしていないのではという疑義について、納得のいく説明を即時にしろ。それができないなら解散しろ。以上、怒りのあまりテンション上げてお送りしました。皆様の赤い羽に対するご意見、また、この人も怪しいなどの情報提供、ご気軽にコメントでお寄せください。ちなみに、私は、すでに赤い羽に問い合わせをしております。いいねと思ったらグッドボタンを、またチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ネットのお花畑観察が趣味のアザリアでした。